兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百個帳ハーチは見つかったのか？この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ？小児砦に。そやつで間違いないのだな。ええ、探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。もし立場が逆であれば炎上は敵討ちを控えるように思う。つまり私が死に兄が生きていたらということですか？その方が良かったのに。俺が代わりに切ろう。杉寺へ戻れ。とうに決めたことです。だが同じ鉄を踏むなよ。あなたと同じ鉄を。この戦で変わってしまった大勢の鉄だ。その鉄ならすでに踏みました。この先で小児砦を見渡せます。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか？その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。では見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ？わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。少しでも力を養っておかないと。ノリオ、どこだ？
が燃えておる。ノリオは何をした？サカイ様、お助けを。ああ、大変です。何があった？ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが。杉寺へ戻れ、あとは任せろ。これは地獄のようなありさまだ。誰の所業だ？ノリオです。正気を失ったようで。勇気があるのか。燃えろ、その罪ごと燃えろ、人殺しめ。怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチは死にました。杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く？わかりません。火をつけた時、奴はまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならん。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなことをしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、酒井様。杉寺で待っておるぞ。